天皇皇后両陛下と愛子さまは、先ほど西洋のため、栃木県にある御寮牧場に入られました。ご一家の西洋はおよそ3年8ヶ月ぶりです。午後4時ごろ、両陛下と愛子さまが御寮牧場の貴賓館に到着されました。栃木県知事が、「ようこそおいでいただきました。」と出迎えると、陛下は、「お世話になります。」と応じられました。 県知事が愛子さまに牧場のウグイスもお待ちかねです。というと愛子さまは笑われていました。ご一家はこれまで春や夏に御陵牧場のほか、那須や伊豆、軽井沢などで静養されてきましたが、新型コロナの感染拡大以降控えられてきました。そのため、西養はおよそ3年8ヶ月ぶりです。